である50ポイント以上、順位は10位以上。まもなく前半のキックオフを迎えます。2021明治安田生命 J1 リーグ第1節の開幕戦、アビスパ福岡対名古屋グランパスです。さあマテウス抜けた、マテウス名古屋先制はマテウスの個人技。アビスパ福岡は5年ぶりの J1、 初戦は飾れずという形に終わっています。空振り、逆サイド、山岸だ、同点、山岸決めて同点、1対1。カウエ出しましたが、そしてここで笛が鳴りました。1対3。 J1 の壁には福岡なってくると思いますから、きっちりと決めました。試合終了の笛が鳴りました。敗れた長谷部監督のアビスパ福岡、これでリーグ4戦未勝利となりました。フィニッシュ。